こんにちは、速稼塾の久保です。今日ね、こういったものが届いてまして、何かと思ったら、あのクラウドファンディングですね。君たちはまだ長いトンネルの中という映画のクラウドファンディングに、まあ、出資をさせていただいて、ね、こちらの方もね、最高金額で入れたと思うんですけども、おかげさまで映画が完成して、数々の、まあこういったね、タレントさん、まあ女優さんっていうか、女優って言ってんのかな、まだ高校生ぐらいの女の子とか男の子ばっかりですけども、まあ見覚えのある V シネの、まあ中堅どころっていうのもおりまして、ああ大物もいますね。まあ、そういった方は脇役で固めてる感じですけども、作品ができたやつと、それからメイキングですね。これが特典になりますかね。クラウドファンディングといっても、やっぱ当然ですけども、出したお金の、まあ、10分の1とかね、100分の1ぐらいしか返ってこないんですけども、まあでもこの作品作りにね、参加できたってことは、まあありがたいなと思いますね。で、まあ内容は、あれですよ、まあいわゆる、この国の財務省、税制とかに、知恵を持って挑む、まあ、高校生の話ということでね、次から次へと悪そうな人が出てきて、最後はね、なんですかね、正解のドンみたいなのが出てくるみたいなストーリーだと思うんですけども、まだ見てないんでよくわかりません。なんかこの YouTube 大学の中田敦彦さんが取り上げた、あさみちゃんっていうね、女の子が出てくる消費税をいかにぶち破っていくかみたいな、そんな話が映画化になったってやつだったと思うんですけども、いやでもね、今年もね、いろいろとクラウドファンディング参加させてもらって、もう全部形になりましたね、これね。まあ、感慨深いものがありますね、これね。自分が出資しなかったら、もしかしたらできなかったかもしれないと思ったら、喜ばしいなと。まあ、自分で作った映画と言ってもいいようなもんですね。スポンサーですからね。はい、どっかに、なんか、クレジットが出てるのかなと。まあ、映画で、結構映画館でやってるみたいなんで、ご覧になってる方もいるかもしれません。私は一足先にこうやってね、DVD でいただきましたんで、こちらの方をありがたくいただこうかと思います。その他、オフィスインベーダー様、映画君たちはまだ長いトンネルの中、クラウドファンディングご支援の皆様、ご支援いただきましてありがとうございました。遅れましたがお送りしますと、略してこの映画君トンっていうんですよね。君たちはまだ長いトンネルの中、あの例の、藤井聡さんも監修されてるんだったかな。YouTube で私も大好きでよく見ている京都大学のね、名誉教授の方で、安倍政権では参与を務めて、いろいろと切り込んでくださったんですが、まあ、あのぐらいの力のある人でも、まあ、財務省をね、ギャフンと言わせるまでには至らなかったということで、まあでも、諦めずにやっていかなきゃいけないんですね。また、鈴木財務大臣が増税をね、当たり前のように言ってくれますけども、困ったもんですね。税収が上がるように考えるんだったら、税率を上げるんではなくて、国民所得を上げていく、GDP を上げていく方向で考えた方がいいと思うんですけどね。これはまあ皆さん一致した意見だと思います。率っていうのは限界がありますけども、額っていうのは限界がないですからね。それから、当面は外為特会とか、あとは、為替介入用のね、150兆円とも言われている資金。これはね、だから為替操作をしてるっていうふうに判断されちゃいけないんで、早く解消した方がいいと思うんですけどね。で、こういうのはもうほとんどの方が為替とかいうのを全然知らないまま生きてらっしゃるんで、ここに対して、なかなかね、響かないっていうか、報道もされないんですよね。やっぱりこう、お金のことを真剣に考えていれば考えていくほど、そのからくりっていうのは、ね、私たちからね、一方的にこう、まあ、搾取すると言いますか。私がよく言いますけども、政治家っていうのは制度化された奴隷ですからね、奴隷じゃない、盗賊ですからね。奴隷は私たちですね。賢くても賢くても、なかなか打ち破れない権力ってものがありますけども。まあ、権力で奪われるのか、暴力で奪われるのか、まあ、どっかね、近くのなんとかっていう国は暴力で奪おうとしてますけども、まあ似たようなもんですね。困ったもんです。じゃあまあ、映画の方、またいつか見させてもらいます。いつかっていうところがね、ポイントですけども、すぐは見れないんでね。はい、いってらっしゃい。